そうだよね。まずラコスケに出会うっていうか、ホタテに出会えません。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は私まだ今までこの 2,3 年ぐらいずっと飛び盛りをやってきて、一回もラコスケに会ったことがないラコスケに会ったことがないということで、今日はちょっとねラコスケに会いたいなと思って、ラコスケに会えるまでちょっと粘ってみようかなと。そう、前にね私マリンスーツがなくなったってめっちゃ言いよって、で結局マリンスーツをまた新しくゲットしてきました黒いマリンスーツ、前回も黒かったんかどうかちょっと知らんけど忘れたけど、とりあえず黒いマリンスーツを島に行ってゲットしてきたんで、これで一応ラコスケが現れる条件としては、まあ、村の方で潜水をして、ホタテをゲットすると。でそのホタテをゲットした時にラコスケが出てくることがあるらしいんやけど、ちなみになんか持ち物欄はなんかラコスケがなんかアイテムをくれる、家具をくれるらしいけん、それが入るだけのスペースを空けておけばなんかラコスケが現れてくれるらしいというの。あ、そうそう、あれよね、駅の改札とかが開いとったらいかんって言ったけん、ちょ、とりあえずこのしばらく私で誰とも通信してないけん多分開いてないと思うけど、ちょっと確認してきます。はい、改札はちゃんと閉まってましたってことで、ホタテの特徴が、そう、私ホタテも取ったことなくって、まあ、やけんラコスケが出てこんのは当然なんやけど、そう、ホタテはなんか結構大きめの魚影でジグザグに動くって言ったんかな、なんか結構素早く動くらしいけん、多分今までに出てきたけど動きが速くって取り逃がしたやつの中にホタテがおったんじゃないかなと私は思っているいや多分私が呪いけんホタテなかなか取れんのじゃないかなと思うんやけど、大きめの魚影って言ったね。ってことはこれはまあ違うということだ。なんかあんまりね、こう確実にホタテではないやろうなっていう魚影のやつを取って持ち物欄が埋まってしまったらちょっとラコスケが出てこないんで、じゃしばらくうろついてホタテっぽい魚影を探してみようと思います。なかなかおらんねまあそんなスッと出てこんかそんなスッと出てくるんなら今までにもう何回も出てきとるか。さあ、あの一応ラコスケ自体はびっくりした、いきなりプレゼント発生したんですけどそう、一応ラコスケの存在自体はこの動画の中であのキャンピングカーで出てきたことはあるんやけど、そう、アミーボカードを使ってキャンピングカーでラコスケを呼び出すことはできるんやけど、んこれか、もしや違う、いやでも全然素早くはないね。え、ちょっと待って全然取れてないやん。え、待って、全然取れてなくない、ちょっと待って、もうちょっとあー消えたでも多分今のは違うと思うけど、うん、全然動かんかったしえ、てかまずさ、魚影自体全然発生しなくない、大丈夫、一応ホタテはオールシーズン取れるらしい、うん、やけど、うん、ちっちゃいね、まあ違うかな、魚とかもそのまま手づかみでできたらいいのにお、何今ブクブク言わんかった、自分か、おお、何クラゲかクラゲの音か、ちょっとびっくりするけんやめてくれる、いやーなかなか現れないっすね、クラゲもさ取れたり釣れたりしたらいいのにね、いない、
魚影自体がいない。ホタテー、ホタテやーい。ん、これは、ん、消えてない。ん、どこ行った。これや、これこれこれ、どう、取れてないし。取れてないし、全然。私今めっちゃ普通に取ったつもりでおったんやけど。つら。全然捕獲できてなかったわ。待って、私。あのさ、この、潜水をするのが久々すぎて、取り方を忘れたとかいうことはないよね。なんか今こっちの方に、なんかおる。なん、消えた？くぅ、いない。いない。ちょ、待って、とりあえずさ、結構、持ち物欄に余裕があったけん、とりあえず、一個、確実に違っても何でもいいけん、ちょ、取る練習しよう。あ、普通に取れるね。ナマコを取ったよ。コリコリ大人の食感。あ、初めてのやつや。何気に初めてのやつやった。ナマコ。春の季節にあんまり潜ってなかったんかな。そう、海の幸も結構ね、まだ埋めれてない部分がいっぱいあるんやけど、ああいう感じやけん別に普通に取れるね。取り方がわからんなんてことはない。これは？これこれ。これはどうすか？なんか結構スピードがあるような気がしなくもないよ。ちょ、もう一回。こうやってどれくらい追いかけたら消えるんやろ。あ、てか結構距離あるな、これ。くわー、つらいー。いけい。このさ、ちょっと、潜りよる、これ、ちょっと待って、追いつけない。これやったりして、違う？このさ、潜り寄るときに結構進んでいくんよね。ちょっと先ぐらいで潜った方がいいんかな。あー、消えた。消えた。あっちは？あれも結構でかくない？え、消える？消えるかな？大丈夫。いける。いけ。いけ、私。いけー。あ、取れない。あ、辛い。もうちょっと我慢して。ちょ、我慢しろや。我慢しろや。ちょ、これぐらい？これぐらいの位置で潜ったら。え、違う。私の方が先に行ってしまった。ちょ。自分側の方を魚影だと思ってしまった。クソ、何やってんだい。ちょ、待って。これ。あ、外に出てったー。外に出てった。くわ。そう、ああいうなんかさ、取れんかったやつこそ、危ない。取れんかったやつこそ、ホタテやったんじゃないんかってめっちゃ思うよね。お、なんかブクブクなりよる。これは？でかくはないような気がするけど。うん、遅いね。遅いどころかワカメやん。動かねえ。動かねえ、そいつ。これは？これ結構、遠くからでも目立っ、え？待って、これ、プレゼント！プレゼントどういうことやねん。く。ちょ、待って、一旦持ち物整理するね。危ない、ちょっとずつ、埋まっていく。とりあえずナマコだけ置いておこうかな。よし。くー、なんてこったい。でかい魚影発見って思ったのにプレゼントの影だったわー。つら。そりゃでかいわな。全然現れない。ホタテやー。そうだよね。まず、
ラコスケに出会うっていうか、ホタテに出会えません。ホタテに出会えませんけど。ホタテに出会えたらラコスケに出会うのは、結構簡単なんかな。そのなんか条件がちゃんと揃っとっても、ラコスケは出るときと出んときがあるっていうのを聞いたんやけど、どれぐらいの確率で出るんやろ。出るとき。小さい。小さい。ん？あっこブクブクなりよりよ。小さいな。もっとこう、でかいやつ。ジグザグに動きうるっていうのも聞いたことあるけど、さっきまで逃したでかいやつはジグザグに動いてたんだろうか。なんかブクブクなったよね、今。お、これは？早いよ、早いよ。あ、絶対追いつけんと思う、これ。なんだ、今のは。めっちゃなまった気がする。ちょ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 、頑張って。どう？あ、ホタテだ、来た！来た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 、ホタテを取ったよ。貝柱がでかい。やった。なるほど、思ったより魚影はでかくないけど、確かに動きは早い。うんうんうん。で、なんか同時にラコスケが出てきた。そういう感じなんや。びっくりした。消えたんかと思った、あの一瞬で。今取ったホタテちょうだい。どうぞ。あ、初めてのラコスケ、ありがとう。いえいえ。いいものと交換しといたのね。ついでに一言言ってもいい？うん。すー、はー。実力とは確率である。だよ。今日は満足だね。満足です、私も。あ、かわいい。え、かわいい。ラッコだ。ラッコだわ。え、ラコスケもういなくなった？もういなくなっちゃったの、ラコスケ。こっち、なんか泳いで行った方面に行ったら、いるとかそういうことはないんすか？ラコスケーイ。初めて出会えた、めっちゃ嬉しいんだけど、いない。そうか、もういないのか。なるほどね。あ、でも会えた、めっちゃ嬉しいんだけど、いいものと交換しといたって言ったよね。ってことは、もう私の持ち物欄に入ったってことかな。え、でも、ホタテはホタテでちょっと寄贈したかったんだけど。でもなんか図鑑にどうのこうのって出てこんかったよね。あれ、ラコスケが現れた時に出てこんかったんかな。ちなみにラコスケは1日に1回しか出てこんらしいけん。この後ホタテを取ったとしても、出てこないと。どれ？火事？これかな？これ多分あれやねん。船とかの火事ってことやろ？じゃ、一旦家に戻って飾ってみます。はい、ってことで家に帰ってきました。ちょ、待って、服着替えとこ。服を着替えておこう。いつまでマリンスーツやねん。めっちゃびっしょびしょやん。これはどうやって着替えるんでしたっけ？まあいいや、とりあえずこのまんまでいいや。はい、ってことで、地下のなんか喫茶店みたいな雰囲気のとこに合うかなと思うけん、なんとなく、見た目よくわからんけど。はい、火事。じゃーん。あ、こういう感じの。え、いいね、いいね、いいね。これがもらえたってことか。ってことで、このラコスケからもらえる家具は、アミーボカードでもらえる家具とは、また別？違うんかな？一緒なんかな？まあわからんけど。まあわからんけど、とりあえず、ラコスケに会えた。そして、ホタテと交換でアイテムももらえたってことで、はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、多分、あの動きしよる
魚影は今までにも見たことあるけど、確実にずっと逃がしてきよったというか追いつけんかった魚影やね。私がのろかったせいで 2,3 年ずっとラコスケに会えんかったんや。